はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、KK でございます。今回はプカット音声 XI ランダムフリー実況の方やっていきたいと思います。相手のポケモンはミュウ、ミュウツー、ディアルガ、ゼクロム、ホワイトキュレム、レジアツコ、レジアツコのこの 6P ですが、こちらのパーティーはゲンガー、ペンドラー、クロバット、ニドクイン、ドククラゲ、ローズレイドの 6P となっております。このドクパーのガチ組んできてよかったよ。こんな伝説ポケモンと当たるとはね、思わなかった。こちらは毒のね、ガチパンの方で組んでますので、本気で戦っていきたいと思います。相手はミュウツーは確実に Y で出してくるはずなので、それでディアルガでホワイトキュレム。僕の予想はミュウツー、ディアルガ、ホワイトキュレムの3匹になると思うんですよ。で、初手は何で来るかって言ったら、まあミュウツーで来る可能性も高いんですけど、基本的にホワイトキュレムなので、まあどっちにしても、ペンドラーでなんとかなるポケモンたちなのでなんとかしましょうか。そしてディアルガをなんとかしたいところなんですけど、ディアルガは確か物理だっけ、パルキアが確か特殊技だったので、ディアルガが確か物理なんですよね。物理ということはゲンガーをぶつけていってもいいということか。ゲンガーを物理突っ込んでいきましょう。ゲンガー突っ込み、これね、耐久があまりなかったらダメなのと、S が遅かったら上から叩かれるっていう可能性は高いので、でもクロバットを出していこうってなると、ディアルガが止めれないので、どうしようかなってとこなんですけど、毒クラゲを入れた方がいいのかな。これは毒クラゲじゃちょっと耐久がちょっとダメなのかな。耐久がおろそかなのかな。でも突撃直気持ちの特殊は耐えていくのかな、難しいかな。クロバットが毒クラゲ、ここは毒クラゲにね、運命を託しましょう。じゃあ今回、ペンドラー、ゲンガー、毒クラゲ、この3匹でいきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。一体どんなポケモンが出てくるのか、全部伝説ポケモン、アツコ以外。アツコはなんか、そこら辺の遺跡に眠っているね、その方園地方の海のね、そのところで、あの、キナギタウンのところ、左の方行ったら出てくるやつが、ミュウツー。初手ミュウツー来ました。これは Y でしょう。このミュウツー Y でしょう。確実に Y でしょう。毒パということで、まずエスパーで叩き潰しに来た。ってことは X の可能性は低い。エスパーでしょう。メガホンいきます。さあ来い。さあ来い。ミュウツー Y。ミュウツー Y 来ました。来ました。ミュウツー Y。これはかもかも。ありがたい、このミュウツー Y。さあかかってくるがいい。サイコキネシテも撃つんでしょう。サイコブレイクを撃ってきた。残念だったな。このベンドラー助け持ちなんだよ。さあ1耐えて、タスキで耐え、虫の知らせが発動で、ペンドラーのメガホン当たってく。はい、ミュウツーなんて突破できちゃうんですよ。初手対面よかった。メガミュウツー Y を突破していく。で、残り2匹なんでしょうか。ホワイトキレムか、ディアルガか、ミュウ。ここでエスパータイプでどんどん攻めてくるっていう感じですか。 S は100だったね。あなたオール100の種族地だったのでね、僕の S112 は抜けてないでしょう。メガホンいきます。先制技は持ってない。メガホンが当たっていく。さあミュウツー、ミュウがタスキさえ持ってなければ普通に落としていく。あ、ミュウ落としていっちゃうんですよ。こうやってエスパータイプ、毒パということでエスパータイプばっか出していたら、こうやってペンドラーに駆られてしまう運命。最後ディアルガ、予想通りディアルガが飛んできました。さあここどうしようか。ここね、 S は多分勝っているので、ガムシャラいきましょうか。このペンドラーのこの強さを証明するために、ここでガムシャラ行きます。ここでガムシャラが当たっていく。ディアルが HP1、 はい、 HP1 になりました。ラスターガンの特殊ですか。ディアルガが特殊技を持っている。玉持ちだったら落ちるよ。玉持ちじゃないだろうね、多分玉持ちじゃないでしょう。はい、ディアルが残り HP が1、特殊型ということが分かりました。毒クラゲ飛ばしていきましょうか。ミラーコードでもいいんですけど、もしそういう物理技とか持っていたら怖いので、ここは熱湯、安定の熱湯で最後落としていきたいと思います。さあ、ディアルガの10万ボルトが当たっていく。タカが不一致、直気型の毒クラゲには効かぬ効かぬ。熱湯ぶつけていく。はい、ディアルガ突破。対戦ありがとうございました。いや、素晴らしいね、ペンドラって。はい、では第2回戦始めていきましょうか。レーティングバトルに変わってるのを説明したいと思います。
いろいろそういう生放送キャストとかね、いろいろやってて、まあレーティングバトルもね、ちょっとやってみたいなっていうのがあって、で本気のバトルとかもみんなに見せてあげたいっていうのもあって、このパート30から最終回までは、1回戦目がランダムフリー、2回戦目がランダムレートという、形にしたいと思います。早速ねやっていきたいと思います。初手もレート初戦はね、ブイズということで、レート初戦からブイズとの対決ということでね、ちょっと恐ろしい感じになってますが、戦っていきましょうか。ブイズはね、飛行に完成してないんだよね。まあこれはね、ペンドラじゃなくて、なんだろう、ここはエーフィーが来ない限りロズレイドで突破できるんで、ロズレイドでペンドラは入れておく。でここでゲンガーは活躍しないので、最後に上から叩き潰してもらうためにクロバットを入れたいと思います。今回ロズレード、ペンドラ、クロバット、僕のレート実況ね、初めてのレート実況はブイズと戦い、ロズレード、ペンドラ、クロバット、こいつらが先に登場してしまいます。やっていきましょうか。では対戦よろしくお願いします。早速レート実況、早速ねブイズから対戦していくっていう形でね、もう全然中ポケとかね、そんな全くないという、ブイズから対決っていう変わったらしい対決なんですけど、初手サンダース、初手サンダースなら大丈夫、初手サンダースなら大丈夫、全然大丈夫。エーフィーじゃない限りロズレードで突破できてしまうんですよ。風船で浮いている、構わない、リーフストーンもぶつけていく。相手は入れ替えてる可能性も高いので、リーフィアあたりに入れ替えることはまずない。毒タイプにリーフィアはまずない。電磁波を当てていく。電磁波で麻痺させようとね、そういう気になってますが、ロズレイドは麻痺らないんですよ。リーフストームが当たっていく。さあ、これでサンダースは突破したでしょう。よし、なんとかサンダースは突破していく。これちょっと厳しいポケモンの1匹目を突破することができた。次。これでクロバットがちゃんとね、飛行技が一貫してる、ちゃんと一貫して通るということで、次何が登場する、エーフィー、ここで登場しましたから、エーフィーさん、ここでエーフィーさんが登場しました。リーフストームでここはロズレイドは捨てていきましょうか。一匹落とせば十分、サイコキネシスぐらい耐えていくのがロズレイド。ロズレイドなら耐える、耐えないんですよね、やっぱり。さすがにエーフィーの火力となると耐えていくことは難しい。さあ、ここで登場していくのはペンドラーさんですね。ここでペンドラーさんを登場させていきましょうか。これ確かに多分タスキ持ち、他にタスキ持ちは多分いないと思うんで、多分エイフィーがタスキ持ちなんじゃないかなって思うんですけど、まあ、早速メガホン普通に当てていきましょうか。普通にメガホン当てていきましょう。メガホンが当たっていくがどうなんでしょうか。 S はこちらの方が早い。エイフィーがタスキなのか、タスキだった、やはりタスキ持ちでやったか。まあいいでしょう、タスキ持ち同士 S が早い方が勝つんだ。 S が早い方が勝利を手にする。このバトルね、同速だったらちょっと怖いんですけど、多分同速は考えられないと思うんで、ここは多分エイフィー捨ててくると思うんで、自信を打っていきましょうか。エイフィーを引っ込めた、捨てていかないんですか。エイフィーを捨てないんすか。シャワーズっすか。5つ目なんですよね、絶対5つ目なんですね。このシャワーズは絶対5つ目を持っているので、まあ自信全然良かったですね。これは完全にいいプレイングになったら、ガムシャラが一番良かったんですよね。これガムシャラを打っていきましょうか。フェンドラーのガムシャラ、ガムガムと、これで HP1 になった。これやはり5つ目を持っていた、5つ目を持っていることは分かっている。そして残り HP2 匹とも HP1 ということで、これはあとクロバットさんにね、全てを任せましょう。さあクロバット、いってらっしゃい。お前の130族というこの素早い動きで突破しましょうか。ブレイブバード、さあシャワーズをブレイブバードで突破していく。さあまず1匹目をクロバットで仕留めーの、5つ目でダメージ入っても構わん構わん。クロバットのこのスピードについていけるポケモンは少ない。さああと1匹エーフィーちゃんをね、買っていきましょうか。エーフィーの S じゃクロバットじゃ抜けねえんだよ。ブレイブバードを当てていく。エーフィーさんどんまい、入れ替えたのがちょっとダメだったのかな、どっちにしてもダメなのかな、わかんないけど、エーフィー突破。対戦ありがとうございました。レート実況初、これが1回戦目となります。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方をねしていただきたいと思いますので、皆さんお願いします。 PC の方は画面上にあるチャンネル登録というところをクリックしていただけるとね、確認画面が出ますので、そこのチャンネル登録というところを押してください。いち早く情報が更新が確認できますので、お願いします。スマホタブレットの方は動画下の説明欄のチャンネル登録はこちらというところの下の URL をクリックタップかタップしていただけるとチャンネル登録というボタンが出てきますので、そこを押してください。また僕の動画が見たい、続きが気になるという方はぜひお願いします。では、また来週。